ティモシー・チャールズ・ウォーラックは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロサンゼルス軍ハンティントンパーク出身の元プロ、野球選手、野球指導者、ウト右ミギウチ。息子のチャド・ウォーラックもメジャーリーガーである。カリフォルニア州立大学、フラトン校、時代、1978年の MLB ドラフト8巡目で、カリフォルニア・エンゼルスから指名されるも拒否。 1979年にゴールデンスパイク賞を受賞。同年の MLB ドラフト一巡目でモントリオールエクスポズから指名され入団。翌1980年9月6日には早くもメジャーデビューを果たして初打席初本塁打を記録する。その年は5試合の出場。ルーキーイヤーの1981年は50日間に及ぶストライキのためにシーズンが2分されたが、 全校記号計71試合の出場で打率236と新人王候補にもならなかった。チームはこの年、球団創設以来初の地区優勝を果たすが、ナリーグチャンピオンシップシリーズで後に所属するドジャースに敗れ、ワールドシリーズ進出はならなかった。3年目の1982年に158試合に出場、打率 268ながら28本類が97打点の活躍を見せ3類のレギュラーに定着5月には月間 MVP も受賞した1983年から1986年の4年間は上記を下回る成績であったが1984年にはオールスターに初選出された1985年にはゴールドグラブ賞を獲得し フィリーズの司法マイク、シュミットの連続受賞を9年で止めた。チームメイトのうち、ゲイリー・カーアッターは1984年限りでニューヨーク・メッツにトレードで移籍した。1986年限りでアンドレ・ドーソンとティム・レインズも FA で流出。レインズは1987年5月1日に再契約したが、これによってウォーラックが主力選手の自覚を持つ。 1987年は153試合に出場し、打率298、26本塁打、123打点の大活躍。打率と打点は自己最高で、この年 MVP 投票でも4位に入った。エクスポズには1992年まで在籍し、12月24日にティム・バーカーとのトレードでロサンゼルス・ドジャース移籍。 1991年から1993年にかけて3年連続で2割2部台の低打率にあえいでいたが1994年から1995年の MLB ストライキでシーズンが短縮された1994年に打率280.23本類打、78打点と活躍しカムバック賞を受賞オフの10月15日に FA となったが 12月13日にドジャースと再契約した。しかし1995年は再び不審。11月6日に FA となり、12月5日にカリフォルニア・エンゼルスと契約。1996年は開幕から不審でシーズン途中の7月19日に解雇され、7月25日に再びドジャースと契約。この年限りで現役を引退した。 引退後、ジム・トレーシー監督のもと、一時ドジャースの打撃コーチを務めた。2009年、ドジャース参加の AAA 級アルバカーキアイソトープスの監督に就任。球団記録の80勝を上げプレイオフに導き、パシフィック・コーストリーグの最優秀監督に選ばれた。2011年よりドジャースの三塁コーチ、2014年よりベンチコーチを務めた。 2014年にカナダ野球伝堂入りを果たした。2016年よりマイアミマーリンズのベンチコーチに就任し、2019年まで務めた。ありがとうございます。